こんにちは。12月22日木曜日の IG 証券ランチエクスプレス、キャスターの長谷部真奈美です。今週の20日、日銀は金融緩和政策の修正に動き出しました。今日はこの背景と今後の円相場の見通しについて詳しく見てまいります。まずは昨晩の海外市場の動向から確認してまいりましょう。はじめにアメリカの株式市場です。ナイキやフェデックスの好決算を受けて主要な株価指数は大幅高となりました。12月の消費者信頼感指数が予想を上回ったことも好感されました。続いてアメリカの債券市場です。日銀ショックによる反発が一服し、この日の米債市場には大きな動きが見られませんでした。先週以降、長短金利差の逆イールドは縮小の傾向にあります。次にニューヨーク原油先物です。この日は上昇して引けました。アメリカの原油在庫が減少したことが材料視されました。最後にニューヨーク金先物です。米ドル相場に連動し、売り買いが交錯する展開となりました。1820ドルの水準がレジスタンスとして意識される状況が続いています。以上、海外市場の動向を確認しました。ここからは最新の市場分析をこの方とともにお伝えしてまいります。IG 証券マーケットアナリストの石川純一さんです。石川さん、こんにちは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて、今週の火曜日の日銀の決定、どうご覧になりましたか？そうですね、ちょうどランチタイムということで、はい、日銀のですね、結果を見てからお昼ご飯でも食べに行こうかというふうに思ってたところにああいったサプライズ的なことがありましてですね、はい、結局お昼ご飯を食べたのが3時ぐらいになってしまったという感じになってしまいました。お疲れ様でございました。まだまだね、この動き、今日関心を持ってご覧になっている方が多いかと思いますので、そうですね、今日は少しこのあたりを見ていきたいと思います。今日のテーマです。円相場のボラティリティ拡大を警戒する局面にということですね。はい、それでは早速石川さん、サマリーからお願いします。はい、まず1番目がですね、政策転換のシグナルを発信してきた日銀、発信してきたと、書いておりますけど、発信せざるを得なかったというふうに捉えることもできます。ただですね、やはりですね、ここに来て、政策修正を突然行ってきたのは、やはり多くの市場参加者にとってはですね、不意打ちを食らったような状況ですし、はい、実際ですね、その状況をですね、国際市場、そしてですね、円相場は反映していると思いますと。でタイミング的にもですね、2番目、今米金利の低下率が高まっておりますと。じゃあそのタイミングで日銀が政策転換をしてきたということは、今後国内金利が高止まりする可能性がありますねと。そうなってくるとですね、3番目、円相場は今後ボラティリティの拡大をですね、警戒すべき局面に突入していくというふうに考えることができます。はい、ということでまずは1番目から見てまいりましょう。はい、日銀金融政策決定会合のサマリーです。はい、そうですね、1、2、3とまとめましたけれど、もうですね、フォーカスすべきはもう1番目、一番最初のところですよね。はい、やはりイールドカーブコントロールの運用の見直しということで、はい、これまでは 0.25% を上下でですね、レンジを定めて、この範囲内で許容幅、許容するよといったことを維持してたんですが、それをですね、20日の金融政策決定会合では 0.25 プラスして、上下 0.5% 程度のですね、レンジの変動を許容するというふうに変更してきましたと。もうここがですね、フォーカスされてですね、2番目、実はですね、国債買い入れ額のですね、大幅増額してるんですよね。月間 7.3 兆円から9兆円に。そして3番目ですね、機動的な差し値オペの実施も今後も継続していくよといったふうなスタンスを維持はしてるんですが、もう1番目のみがフォーカスされたことによって、国内のですね、債券市場、そして円相場というのはですね、日銀ショックといったですね、状況に陥ってしまったということが考えることができます ね。 そうですね、これ金利の上限ですから、はい、まあ、実質の、0.5 に引き上げたということは実質の利上げというふうに市場では受け止められていますね。そうですね、ただ黒田日銀総裁はですね、別にこれはですね、政策の調整であって利上げではないというふうに否定はされておりますので、利上げ利上げというふうに言われてはおりますけれど、いろいろと今後ですね、意識すべきはですね、実際その利上げか云々ではなくて、やっぱりですね、継続的な政策の修正がですね、行われていくのかどうか、はい、特に来年4月で任期を迎える黒田総裁で、新総裁が誕生しますと。でかつですね、岸田政権というのは、どうもですね、やっぱり前政権、安倍政権の、もしくはですね、安倍政権のですね、アベノミクスをちょっと否定するようなですね、政策みたいなムードも見れますので、やっぱりですね、そういったことを考えますと、やはりですね、政治的な圧力もですね、少なからずあって、こういった決断に踏み切った可能性も考えられるということはですね、やはり今後はですね、市場が意識すべきは、
さらなる政策の修正ですよ ね, ですよね。でさらにその先にある政策の転換ですよね、うん、こういったものをやっぱり意識せざるを得ない状況に今陥っていると、うん、ゆえにですね、今回のタイトルにあった通り円相場というのは今後ボラティリティがですね、まあ、上下、どちらに行くにせよですね、拡大する可能性が出てくるといった展開が予想されます、うんうんうん、はい。ではこの決定、市場がどう反応したのか続いて見てまいります。まず国内金利の反応です。はい、まず国内金利の反応なんですが、2年債、5年債、10年債ともにですね、赤いゾーンで示したあの日銀ショックのですね、反応を見れば分かる通りですね、まあ、急上昇していますと。まあ、2年債利回りに関しては直近はですね、落ち着いた動きになっておりますけれど、やっぱりより注目すべきは一番下の赤いライン、やっぱり10年債利回りですよね、はい。まあ、ここが基準金利になりますので、やっぱりここがですね、0.5% を、まあ、前後までおそらくですね、上昇する場合は今度は日銀の指し値オペ等によってですね、まあ、そこの攻防が激しくなってくるだろうと思います。ただ例えばですね、 0.5% 前後といっても程度といってましても、その 0.5% を超えるような水準がですね、散見されるようですと、やっぱり日銀はですね、さらに政策修正に動いてくるんじゃないかと。もしくはあの今後お話ししますけど、海外のですね、投資家の動向によってはですね、やっぱりですね、そういったおまかが強まることによって、円高圧力を誘発しかねない、まあ、その状況も考えられますので、まあ、今後はですね、今まではあのずっと凪状態だった国内債券市場なんですが、今後はですね、この国内債券市場のこの金利の動き、ここをですね、非常に注視すべき局面に今あるのかなというふうに考えております。そうですよね、このままの政策を維持し続けることができないっていうふうに判断されたってことは事実ですからね。そうです ね、はい、今後のさらなる修正が鍵になってくるということですが、続いてこちらです。2つの焦点と展望ですね。はい、そうですね、サマリーを踏まえた上で、じゃあ今後注目すべきところは何かといいますと、うん、やっぱり2つの焦点がありますと、はい、でその結果ですね、1つの展望が描き出されると。それはこのスライドにある通りなんですが、まず2つの焦点の1番目、それはですね、日本国債の投機的かつ持続的な売りですよね。これは言い換えれば、海外の投資家をはじめとした、はい、やはりですね、政策修正のさらなる政策修正の最速売りですよね。例えばですね、0.5% 前後からですね、今度 0.75% 前後に上限の引き上げをいつ行うんだとか、もしくはそれを撤廃するのはいつなのか、そしてその先にある政策転換、こういったことを促すですね、投機的かつ持続的な売りがですね、発生する可能性が高いと、はい、そうなってくると当然ですね、先ほどのスライドでお見せした通り、金利は高止まりする可能性が高い。でかつですね、今ちょっとタイミング的にまずいと思うのが2番目、アメリカの景気というのは今減速傾向にあって、かつあの来年には後退するんじゃないかというふうに言われておりますと、はい、要はリセッションですよね、はい、でブルームバーグの方では 70% の確率で、まあ、リセッションに落ちるとか報道もありますと。ただいずれにしてもですね、この先景気というのはやっぱり減速ないしは後退していく方向に向かっていくであろう、うん、ということは、うん、アメリカの債券市場というのはそのことを意識して、うん、まあ、の長期ゾーンを中心に、金利の手数が強まってくる可能性が高いと、うん、そうなってくると今までですね、円安、まあ、ドル高円安トレンドの土台であった日米の金利差ですよね、まあ、後でお話ししますけれど、まあ、こういったものがですね、今度は縮小、拡大から縮小傾向に向かうことによって、赤い白抜きの文字で示した日米金利差の縮小とその先にある円高圧力の高まりといったことがですね、展望として描けるかなと思いますね、はい、それでは実際にこの日米金利差の格差ちょっと見てまいりたいと思います。利回り格差とドル円の動きです。そうですね、で上段がですね、利回り格差、5年債利回りと10年債利回りの日米の利回り格差を持ってきました。で5年債利回りはですね、2021年以降ですね、ドル円の相場にですね、大きな、影響を与えている利回り格差となりますし、まあ、10年、ものの利回り格差というのもですね、外為市場全体にですね、大きな影響を与えているということで、見てみますと一目瞭然、緑のゾーンと赤のゾーンもう見比べてみると、もうトレンドが全く逆になっていることが分かりますと、はい、で今年のですね、まあ、ドル高円安というのはですね、3月あたりからですね、始まったんですが、その間ですね、緑のゾーンを見てみますと見事に利回り格差の拡大イコールそれはドル円の上昇というふうにつながる、を誘発していることが分かります。でそれが変わったのはですね、10月21日151円95をつけた時ですよね、うん、この時を境にして今度は赤いゾーンへ転じているということが分かりますと。じゃあなぜ赤いゾーンに転じたのか、それは、上の段のですね、利回り格差の縮小ですよね、うん、5年債そして10年債の利回り格差ともに縮小傾向へ転じている結果ですね、ドル円というのはですね、急速にですね、下押し圧力が強まることによって、まあ、直近はですね、130円のミドルを試す展開になっておりますと、まあ、要は130円ですよね、平たく言えば、はい、この節目のポイントをですね、ブレイクするのか維持するのかといった状況に今陥っているというふうに考えることができます、はい、でこの点についてはですね、
まあ、の今年前半のドル相場のドル円のですね展望をですねお話ししたときに、前半は上昇、後半は下落というふうに言っていましたと。で、まあ、その背景となるのがですね、やっぱりあの前半は金融引き締めの影響によって、まあ、ドル円は上昇するけれど、後半はですねやはりですねその引き締めの影響によって景気が後退するであろうと、結果金利が低下すること、米金利が低下することによってドル円もですね上昇から低下トレンドで転じるであろうというふうにお話ししましたけど、今まあそのような状況になっておりますと。じゃあ今後ポイントはどこかと言いますと、やっぱりですね先ほど言いました日銀の突然の政策転換シグナル、はい、そして今後米金利がですね緩やかな低下トレンドを形成する可能性が高い、うん、じゃあそうなってくると日米のこの利回り格差の縮小ですよね。もう一度こちらチャートをお願いできますか。はい、こちらのですね5年債利回り、ないしは10年債利回りというのはですね緩やかにですね低下基調をたどる可能性が高い。要はもう緑のゾーンから赤のゾーンに今転じておりますので、そうなってくるとドル円というのは、まあ、調整の反発は見られます。例えばね134円とかもしくは138円レベルですね、まあ、サポートからレジスタンスへ転換しているこういったポイントをですねトライする局面はあるかもしれませんが、基調的にはこの緑からですね赤のゾーンへ変わったというふうに考えた方がいいですし、まあ、そうなってくるとですね、国内金利の動向によってはですねさらにですね下押し圧が強まることによって思わぬ急落局面がですね今後も散見される可能性があるという点ではですね、やっぱりボラティリティの拡大を要警戒すべき局面に来ているのかなというふうに考えることができますね、はい、そして今後の円相場どうなっていくのか、さらに注目のポイントがあるということですね。続いてのスライドに参ります、はい、今後は株式市場も注視する必要ありということですね。そうですね、上の段はですね世界の株式市場とアメリカの株式市場ともに MSCI のですねインデックスのですねレートをラインチャートで示しました。で下の段はですねドル円、まあ、黒いラインがドル円なんですが、他 の、まあのカラーで示したラインユーロ円、ポンド円、そして OG 円を持ってきました。でここでまず注目すべきはですね矢印の向きですね。11月以降、まあ、株高基調は維持はしてるんですが、明らかに株式市場、世界の株式市場も米国もですね上値が重くなっていることが分かります。そして12月に入って赤いゾーン、一気に下落する局面が見られました。ではこれを踏まえた上で下のゾーンを見ていきますと、まず黒いラインのですねドルに関しては、まあ、インフレの低下、あとは景気の後退リスクによって、まあ、金利がですねまず長期金利がトレンドが転換したことによってドル円がそれにいつられて下落幅拡大しているということが見て取れます。つまりドル円の動きというのはですねこちら金利の動きによって、まあ、左右されていることがですね、分かるわけなんですが、問題はそのカラーで示した黒線ですよね。上の矢印、株式市場の矢印と同じような向きをずっと保っておりますねと。これはなぜかというとやっぱりドル安が影響しているがゆえに、ユーロドルとかポンドドルとか、あとは5ドル対米ドルですよね、まあ、こういったの通貨ペアが上昇基調を維持してきたからなんですね。この背景にあるのは米金利が低下したことによって株高が維持されてきたことが背景にありますと。で、ゆえにですね米金利の低下、株安という米金利の低下、株高というのはよりリスク性の高い通貨買いを促したことによってドルストレートでは上昇基調を維持した、ゆえに黒線はですね、株式市場と同じような動きをしているということが分かりますと。ただ問題は赤いゾーンですよね。株式市場の下落幅拡大するした後にですね、下の赤いゾーンを見てみますと円相場急速な円高にいっておりますと。まあ、これはですねもちろん日銀ショックの影響もあるんですが、その前から実はですね、円高圧力が、じわりと強まってきたことを考えますと、やっぱりですね矢印のラインとこの赤いゾーンのこの動きを考えますと、今後はですね円相場全体で見るならば、アメリカの金利の動きのみならずやっぱり株式市場の動きも非常に重要になってくるということが言えますと。じゃあその株式市場なんですけれど、じゃあ今後どうなるかといったところはですね、やっぱりあのこの番組で先週もお話ししました通り、やっぱり来年の前半ですよね、例えば 1,2,3 月あたりまでは不安定な状況が続く可能性が高いですから、やっぱりそういった状況を反映して黒線ですね、仮にドル安がいたとしてもですね、例えばドル円の下落とか株安によって黒線もですね反発しても結局上値が重く戻り高値をですね意識しながらですね戻り売りをトレードをですね、する状況が続く可能性が、出てきたのかなと思いますし、まあ、その可能性を高めた要因としてやっぱり日銀のですね今回の決定ですよね、まあ、これもですね、はい、やっぱり日本の株式市場、まあ、言ってみればですねアメリカも欧州もですね、まあ、金融引き締めスタンスに転じてますと。唯一日銀だけがですね緩和政策を続けて、ある意味株式市場のサポーターとしての存在としてですね、あったわけなんですが、ついにそのですね、地位から降りるよといったことをですね、まあ宣言したわけなんですよね。なってくると日米欧ともにですね、要は株式をサポートする存在がいなくなってしまったということは、今後株式市場
まあ、上昇する局面ももちろんあると思いますけれど、下落する局面もあるということで、まあ、この番組、まあ、12月に入ってから指摘してきている通りですね、まあ上下に振れる不安定な展開がやっぱり来年のですね、春頃まで続くのかなと。それによって黒線もですね、上下に振れる不安定な展開、上値の重い展開が今後ですね、散見される可能性が、まあ、出てきたというふうに考えることもできますよね。そうですよね。年末、今週末クリスマスなんですけど、忙しくなりましたね。ちょっとね。そうですね。まあ、いつもならどんなネタを書こうかというふうに、いろいろと一日も頭をひねってたんですけど、はい。ちょっと市場から目が離せないというような、はい、そんな週末になりそうです。それでは番組は今週はこのあたりでお時間となりました。また来週お目にかかりたいと思います。今日はこのあたりで失礼いたします。